言い過ぎだってば。あ、そうかそうか、確かにそうだよね。ごめんね、ポリ。よし、今日はお詫びに新しいエリアを案内してあげるよ。本当？もちろん。さあ行くよ、僕についてきてね。おお、さあポーリーちゃん行こう。どこに行くの？今日はね、これって確かタージマハルとか言うんだっけ。インドにあるんだよね。つまりここはインド風のエリアっていうわけ。インドか。っていうことはゾウもいるのかな。うん、僕は見たことないけど、どこかにはいるかもしれないよ。本当？それじゃ探しに行ってみようよ。それから本場のインドカレーとか。それじゃあまずは市場の方に行ってみようか。いいよねポーリも。賑やかだね。うん、エントランスの市場よりもレアアイテムの掘り出し物が多いって評判だよ。でも人が多いから。気をつけてね。で、あれ？リトは？このエリアは人が多いから。あれ？気をつけてって。行ったそばから押し流されてるし。
があるといいんだけど、僕は今持ってないんだよね。どうかしたの？あれ？あなたは白爪草さん。そうだけど。白爪草ってあの有名な？え？じゃあこの人が白玉なの？どこ？何かトラブル？私が怪我しちゃって。そう、じゃあちょっと私に見せてくれる？ポーリー、大丈夫だよ。この人に任せておけば、もう安心。うん、この人は白爪草さん。兵士では有名な治療術師なんだ。白でいいわ。あなたのお名前を教えてくれる？あ、はい。リトです。そう。いいお名前ね、リト。すぐ良くなるわ。ちょっと待ってね。動くように。どうかしら。あ、痛くない、痛くないです。足動きますよ。よかったわ。すごい、すごいですよ、シロさん。大したことはないわ。誰でもちょっと経験を積めばできるようになることよ。
この世界ならね。さあ、リト、立ってみなさい。そこのあなた、ポーリーだったかしら。手伝ってあげて。この辺は人通りが多いから気をつけなさい。あ、はい。あの、それからありがとうございました。リトとポーリーもシロさんのファンになっちゃったの？うん、だって美人でかっこよくて優しくて憧れちゃうなあ、ああいう人。うん、かなり熱狂的なファンがいっぱいいるみたいだよ。ちょっと待って、別の知り合いからメッセージが届いた。ちょっと待ってね、レンジャーくん。そっかそっか、なるほど。ねえリド、ポーリー、友達の友達がお茶会を計画してるらしいんだ。それで友達にも声をかけてみてくれって言うんだけど、二人ともどう？ユウさんは？僕は行ってみるつもりだけど。じゃあ私も行く。それじゃあリトは決まりね。ポリーは？来週土曜日の夜にアルプスエリアでやってるからさ、気が向いたら来てみてよ。アルプスエリアに入れるようにしとくからさ。私も待ってるからね。
またね。